ハロー YouTube。さあ、今回取り上げていきたい電気商社ニュースになりますが、中国 Zeekr がですね、売れ筋モデルの001のフルモデルチェンジを行ってきたと。最長航続距離 750km、充電時間 11.5 分というですね、世界最速の充電時間を達成する、次世代 LFP バッテリーを搭載、並びにですね、28スピーカーを搭載する超高性能音響システムなどですね、もうとにかくですね、あらゆるスペック装備内容をてんこ盛りにすることによってですね、中国プレミアムセグメント2024年シーズンにおけるですね、最強の1台が爆誕した、この最新動向についてをですね、解説していきたいと思います。まずですね、今回取り上げていきたいのがですね、中国 Geely のプレミアム EV 専門ブランドである Zeekr の存在になります。2021年10月から初の EV であるステーションワゴンタイプの001の納車をスタートして、月間1万台のスマッシュヒットを記録しました。2023年に突入してからはミニバンセグメントの009およびコンパクト SUV セグメントの Zeekr X、そして2024年の元旦からはミッドサイズセダンセグメントの007の納車もスタートしています。2023年末の月間販売台数は 1.3 万台強と、当初の目標にはですね届いていなかったものの、直近の1月の販売台数は12月からほとんど低下していないわけです。どの自動車メーカーもですね、販売台数を大きく落としている月であるということを考慮に入れるとですね、特に最新モデルである007が順調に納車が進んでいるという様子を確認可能かと思います。特に詳細に解説していた通りですが、007については航続距離最長 870km を実現しながら、Zeekr 独自内製バッテリー LFP ですね、ゴールデンバッテリーを初搭載することで最大 4.5C というですね、驚異的な充電性能を実現していると。その上、内外装の装備内容については、プレミアムセダンセグメントで考えられうるほぼ全ての装備内容を標準装備していると。またですね、市街地における自動運転支援にも対応可能という、最新の ADAS も搭載していました。この007の存在が特にプレミアムセダンの王者だったテスラモデル3に対して、どこまで迫れるのかにですね、大きな注目が集まっていた状況なわけです。そしてこの Zeekr に関して新たに判明したのが、001のフルモデルチェンジバージョンの正式発売がスタートしたこの観点になります。001についてはすでに納車がスタートしてから2年以上が経過しているということからですね、特に競争が極限レベルに達している中国 EV 市場においては EV 性能や装備内容が陳腐化していたわけです。いち早くですね、モデルチェンジを行う必要性に迫られていたわけです。それでは今回正式発売がスタートした Zeekr 001のフルモデルチェンジバージョンに関して、特に注目すべき内容を一挙に紹介していきたいと思います。まずはじめに EV 性能が大幅に進化しています。これまで001は 400V システムだったものの 800V システムに刷新されました。そして搭載バッテリーも刷新されています。すでに009や007でも採用されている CATL 製の 100kWh チーリンバッテリーを搭載してきました。さらにその上、その CATL の最新バッテリーであり、本チャンネルも以前解説していた最新型 LFP バッテリーパックであるシェンシーバッテリーを世界初搭載してきていると。95kWh という大容量バッテリーを搭載しながら、なんといっても極めつきはその驚異的な充電性能にあります。最大 5C 充電に対応させることによって、充電残量 10% から 80% まで充電するのにかかる時間が驚愕の 11.5 分というですね、もう地球上最速クラスの充電スピードを実現しながら、5分間の充電時間で256km 分の航続距離を回復可能になっていると。そして Zeekr は最大 800kW 級の V3 超急速充電器の設置をスタートしていることから、すでに設置している 600kW 級 V2 超急速充電器も相まって、中国全土で今回の001の 800V 超急速充電の恩恵を受けることが可能です。またですね、この Zeekr に関しては、現在ですね、21万台以上の電気自動車を販売しているにもかかわらずですね、バッテリーからの自然発火案件はゼロになっていると。このですね、超急速充電のやっぱ懸念されるですね、安全性という観点でも非常にですね、この Zeekr が優れているということが見て取れるわけです。また第2世代のヒートポンプ式空調システムおよび熱マネジメントシステムを採用することによって、マイナス10度という極寒環境における超急速充電も、30分にまでですね短縮することに成功していると。マイナス30度まで動作可能という性能も担保しています。また動力性能についても大幅に向上しています。もともと001に採用されていたドライブユニットについては、日本電産製の E アクセルだったものの、Zeekr 独自内製のドライブユニットに今切り替わっています。最高出力も 200kW からですね、310kW へと大幅に向上と。よって後輪駆動グレードであったとしても0-100加速 5.9 秒、AWD グレードの場合 3.3 秒というですね、中央型セグメントとしては驚異的な加速性能を実現しています。ちなみにこの内製モーターについては007や001のパフォーマンスモデルである 001FR にも採用されながら、おそらく今後はですね、GD グループ横断して採用されていくことから、モーターの内製化、共有化によるスケールメリットにも期待可能です。さらに001の強みというのが、連続可変ダンピングコントロール付きのエアサスペンションを搭載しているこの観点になります。よって中国市場では3倍以上もするような、メルセデスマイバッハであったり、ポルシェタイカなどに匹敵するような乗り心地や操縦性を確保していると主張しています。すでに日本円で600万円級のプレミアムセグメントについては、エアサス標準装備と化していることからですね、ドイツメーカーたちにとってはかなり痛いニュースになると思います。そして001の弱点ともされていた ADAS についても、ライダーが全グレード標準搭載されることになり、市街地における自動運転支援にも対応可能になりました。第2四半期からリリースがスタートするというタイムラインでありですね、現在 Xpengや ファーウェイが大きくリードする市街地 ADAS の分野で、どこまで支持を広げることができるのかと。Zeekr 単独ではなく、GD グループ全体においてですね、どのようなロードマップを描いてくるのかにも注目していきたいとは思います。また装備内容の充実という観点も極めて注目に値すると思います。まず最大2トンの牽引能力を確保しながら、ガラスルーフには調光機能を装備しています。極めつきがなんと28ものヤマハ製のスピーカーを搭載することによって、そのシステム出力は驚愕の 3000W に到達と。この出力はメルセデスマイバッハやアウディ A8、ロールスロイスカリナンなどのですね、超高級車すらもしのぐ、地球上最強の音響システムであると説明されています。しかもこの28スピーカーシステムに関しては全グレード標準装備というもうとんでも設定になっているわけですね。インフォテイメント周りを駆動するプロセッサーについても007に続いて最新のクアルコムスナップドラゴン8295を採用するなど、もうとにかく装備内容という観点ではもうほとんど死角がないと言っていいと思います。実際にですね、その装備内容については特に Zeekr 001のガチンコの競合になるだろうテスラモデル Y、Xpeng G6 および IM モーター LS6 と比較してみてもですね、この通りそもそも001についてはエントリーグレードにおいても 100kWh のシーリンバッテリーを搭載することで、航続距離は750km確保できているわけです。モデル Y、RWD とはかなりの差がついていながらですね、実は値段設定という観点ではほとんど変わらないレベルにもなっているわけです。15.05 インチの有機 EL ディスプレイを中央に配置しながら、リアにも6インチのタッチスクリーンを搭載、35.5 インチの巨大なですね、AR ヘッドアップディスプレイも搭載されていると。急速充電化された USB-C ポートを4つ、スマホのワイヤレス充電器も急速充電化、セントリーモードも標準搭載、シート調整についてもレックレストを新たに追加しながら、シートマッサージ機能まで全て標準です。リアシートについてもシートヒーターだけではなく、電動で背もたれ調整が可能、ワンペダル走行可能、アンビエントライトも搭載、バッテリーのプレコンディショニング機能付きヒートポンプシステムを採用、唯一窓ガラスの二重化のみ採用されていないため、その遮音性能だけが気になる部分であるものの、ガラスルーフやフレグランス機能、ヤマハ製28スピーカーシステム、最大 6kW の V2L 機能、市街地も含めた自動運転支援機能を全て標準装備、また車両保証についても6年15万キロ、バッテリー保証も8年20万キロと、この装備内容をですね、競合と比較してみれば、テスラモデル Y はもう論外としてですね、これまで驚異的なコストパフォーマンスだったはずの G6 や LS6 ですらも霞むような、もう尋常ではないコスト競争力を有していることが見て取れるわけです。なんといっても今回の001に関しては、26万9000元、日本円で563万円からとですね、先代モデルと比較しても60万円以上の大幅値下げを行ってきているということですね。Zeekr 側については今回のアップデートによってなんと100万円分もの生産コスト上昇につながっているとしながら、それでいて大幅値下げを行ってきていることで、001の販売による大きな利益を生み出すことがもうできないとしながらですね、なんといっても現在極限レベルに達している中国 EV 戦争を勝ち抜くためには、大きな利益を出しているフェーズではないと判断したと、このように説明しています。現時点で中国全土で348ものサービスストアを有しながら、2024年中にその数を527拠点にまで大幅拡充する方針も表明しています。その上、当初の計画では2023年末に正式発売した007は2024年の前半、今回の001のアップデートバージョンは2024年後半に登場させる予定だったものの、これもですね、現在の中国 EV 戦争の現状を鑑みてタイムラインを大幅に早めてきたとも説明しながら、さらに2024年後半にも新型 EV を追加で投入する方針も説明しています。まさにですね、中国 EV 戦争を生き残るために、Zeekr を筆頭としてですね、Geely グループ全体で戦い抜く姿勢を改めて強調してきているわけです。はい、いずれにしてもですね、この3月1日から実際に納車がスタートするフルモデルチェンジバージョンの Zeekr 001の登場によってですね、特に競合となるですね、テスラモデル Y を筆頭とする、電動 SUV セグメントのですね、これ販売台数、このですね、マーケット、これ一変すると思います。間違いなく001がスマッシュヒットを記録することは間違いありませんから、特にですね、モデル Y 筆頭とする競合車種のですね、これ販売台数の変遷にはですね、これ定期的に情報をもちろんアップデートしていきたいと思いますし、なんといっても Zeekr これ007のですね、納車も本格化しています。1月でもね、6000台弱の販売台数、2月はね、販売台数落ちますから、3月以降ですね、月間1万台のですね、販売台数非常にですね、期待できますから、いよいよですね、モデル3とですね、販売台数どっこいどっこいになってくると、このですね、戦いなんかもですね、期待していきたいと思いますので、何にせよですね、この中国のプレミアム EV ブランド Zeekr のですね、最新動向にはますます目が離せません。最新情報をですね、これ定期的にアップデートしていきたいとは思います。そんな感じで、いってらっしゃい。